第2試合、 GHC ジュニアヘビー級王者中島克彦、梶原聡組対ノーマーシー金丸義信、平柳玄馬組。11日前の後楽園、ダイヤモンドリング中島克彦が持つ GHC ジュニアのベルトに挑戦した平柳玄馬。他団体に流出したベルトを奪還することはできませんでした。しかしようやくあの男が腰を上げました。ミスター GHC 金丸義信、照準を GHC ジュニアのベルトに定めまして、今平柳を従えての入場です。平柳のタイトルマッチのセコンドを務めていた金丸、試合後チャンピオン中島克彦に詰め寄り挑戦を表明。平柳玄馬、果たしてこの2012年、金丸が再び GHC のベルト獲得となるんでしょうか。中島との対戦が目が離せないこの一戦となります。この金丸平柳の対角線に立つのはダイヤモンドリング中島克彦、梶原聡です。現在の GHC ジュニアのチャンピオン中島克彦、 3.7 後楽園大会では平柳を下し3度目の防衛に成功。去年11月マルビンから奪ったベルトは今年青木、石森、平柳と3度の防衛に成功しています。4度目の防衛戦、みちのくプロレスの藤田ジュニア隼人との対戦も決まっています。現在進行形、現在のチャンピオンがこのミスター GHC 金丸を相手にどんな試合を見せるんでしょうか。この右肩に GHC のベルトをかけて堂々の入場、体重も97キロ、体を大きくしています。ものすごい蹴り技が武器、今日もその右のハイキック、ミドルキック、バリエーション豊富なキックが炸裂するんでしょうか。こちらが現在のチャンピオン中島克彦。第2試合は20分の一本勝負です。さあミスター GHC 金丸義信、そして平柳玄馬、赤コーナーは中島克彦と梶原聡。中島は現在の GHC チャンピオンです。おっと、中島が先発を買って出ました。そして青コーナーは金丸です。いきなりこの2人の対戦から始まります。2人がリングをゆっくりと回り始めました。今組み合った、今組み合いました。いきなり打ち込んでいったのはチャンピオン、しかしミスター GHC 金丸も返していきます。張っていきます。いきなり第一戦エルボースマッシュ、そして胸のあたりを張っていく両者。おっと、これは投げさせません。中島投げさせない、ボディースラムにはさせない。腹の鳩一回ついて中島、これも投げられないか。金丸もこらえます。最初からものすごい意地の張り合いとなっている。こちらがファイブタイムスチャンピオン金丸義信。さあチャンピオン、ここも投げさせません。なんという意地の張り合い。最初にどちらが倒すのか、金丸と中島。さあいか、これも上がれない。金丸も必死の形相。さあどうだ、ブレンバスターの体勢、足をかけて金丸、豪華なファーストコンタクトになりました。どちらが投げるのか、この最初の、おっと持ち上げたのは中島、あと金丸持ち上げる、どちらが最初に投げるんだ。エルボー強烈打ち込んだ、最初に投げていったのは金丸義信。中島克彦も重いエルボーを打っていきました。二人ともタッチする様子は見せません。 3.7 後楽園大会では現在青コーナーにいる平柳を下して3度目の防衛に成功しました中島克彦。今年に入ってからは青木、石森、平柳とノア選手から防衛に成功しています。
さあそして先日戦ったその平柳に今タッチを交わしまして、平柳と中島です。中島克彦は2012年のこの3度の防衛では全て右ハイキックで試合を決めています。蹴り技が非常に得意、とにかく重いハイキックを放つと対戦した選手が口を揃えています。ダッチが変わって梶原と平柳の対戦となっています。赤コーナーで見守るのは現在の GHC ジュニアのチャンピオン中島。中島と対戦した石森や平柳に話を聞いてみますと、口を揃えて中島のキックは重い、そう話します。ここはドロップキックをもらいました平柳。この平柳もタイトルマッチの翌日、体中特に首が痛くて起きれなかったそうです。現在もまだ首のあたりに痛みが残っていると話していた平柳。さあ場外の攻防となりそうです。さあ金丸、まずは鉄柵攻撃、容赦なく、あそしてマットを剥がしました。硬い硬い地面を出しました。そこにボディースラム、ドスンと重点を響き渡りました。リング上にやっと笑っているのは平柳現場、心配そうに見つめるのは現在のチャンピオン中島です。中島を挑発するかのごとくファイブタイムズチャンピオン金丸、アジアラに攻撃を加えていきます。踏みつけていったのは平柳。この平柳と金丸、ノーマーシーの2人、現在健太が欠場の今どんな存在感を示していこうかというこの2人、軽快にタッチを交わして試合巧者優位にする。あっと金丸行きました、中島に行った、梶原ほっといて、そして中島鉄柵、やはり金丸の目はベルトに向いています。中島に突っかかっていた金丸、現在のチャンピオンは中島なんですが、この GHC ジュニアの歴史を紐解いてみますと5度ベルトを腰に巻いている金丸です。さあリング上は平柳と梶原、ショルダースルーからバックを取ります。キャメルクラッチ、余裕の表情は平柳。今日試合前話を聞いてみましても、いつも通り行きますよ、そんな不敵な意味を浮かべていました平柳です。 3.7 甲羅県大会では中島にタイトルマッチで敗れはしたものの、いつもとは心構えが違った、ベルトへの意欲がさらに湧いたと話していたこの平柳です。健太の長期欠場で芽生えた自覚、この平柳。さあそして再びファイブタイムズチャンピオン金丸入ってきました。そもそも初代ジュニアヘビーのチャンピオンはこの金丸でした。初代、そして第5代、第9代、第14代、第19代と5度ベルトを腰に巻いています。強烈なボストンクラブ、梶原の腰のあたりにものすごい衝撃が走っています。ロープに逃げることができるかどうか、リング中央。そしてこの金丸なんですが、初代の時には2度の防衛、第5代のチャンピオンの時には3度の防衛、そして第9代、第14代の時には5度の防衛、そして第19代の時は6度の防衛と、ベルトを巻いていた期間を紐解いてみますと4年1ヶ月、 GHC ジュニアのベルトの歴史は11年ですから、およそ3分の1以上の期間はこの金丸がベルトを巻いているという、 GHC ジュニアの歴史は金丸の歴史といっても過言ではない状況です。さあ平柳は得意のインサイドワーク、さまざまな技を繰り広げていこうとするところ、バックを取った梶原、投げるかどうか、エルボーで切り返す、低空のドロップキックは膝、さあ投げるか、投げていきました梶原、背中のあたりを抑えるのは平柳。さあそして梶原がタッチを交わして、チャンピオンの中島入ってきました。後楽園ホールでの再現、強烈なハイキック、顔面に口刺していきました。あーでも顔面をかきむしっていくの、そして晴れ丸が入ってきた、2人の連携プレー、しかし足で、そして蹴り、この蹴りです、あーかわしたが平柳は避けられない、その間にでも金丸、あーでも金丸もらった、
中島の強烈な蹴り、誰もが重いとそう口を揃える蹴り、今金丸も胸のあたりを抑えています。さあそして捕まったのは平柳、さあ一気に試合を決めるか現チャンピオン、膝下でハイキック投げていった、蹴りで決めるのか投げ技で決めるのか、エプロンスタイルで出て、おっと中島がトップロープ、ステッカーズロープ、しかし金丸が来ました、金丸が中島を抑えてノーマーシの2人が攻撃を加えていく。逆にピンチとなったのは現チャンピオン中島、あつば攻撃、顔面につばを吐きかけました。そしてセカンドロープ、これはピンチ、中島ピンチ、ブレーンバスターなだれ式、さあチャンピオンが捕まった、指示を送る金丸、来たところに足を当ててセカンドロープ DDT、 強烈な DDT、 カバーに入る平柳、カウント2で返している、強烈なディープインパクト刺さりました。あっとこれはまた後楽園大会での仕返し、そんな具合に素敵な笑みを浮かべてバックを取っていく、これは切り返される、顔面をかきむしった平柳、ここはひらっとこうしてもう一度かきむしった、これは避けました、これをもらったらまずい、軽快な動き、ここもかわした、バックで蹴りの仕返し、お祭り現場投げていきます。そして金丸と中島、先発の2人に戻りました。2012年ベルトを狙う金丸、ドラゴンスクリュー、足に攻撃、中島の足を消していきます。さあそしてプロップ、出るのか出るのか、ダイビングのボディープレス、カバーに入る、チャンピオンも意地で返していきます。中島の足を殺して頭脳的に試合を進める、ライブタイムスチャンピオン、あーっと金丸これは膝をもらった、まずいまずい、苦しい表情、強烈な蹴り、中島の持ち味、蹴りをもらいました。ソバットからバックドロップ、なんとか返していきます金丸、金丸としては現チャンピオンの中島になんとか泥をつけたい、ここはディープイン、力で返していきました中島、あー胸にもらった、仰向けは金丸、雄たけびは中島、さあおっとブレンバスターはどちらが投げる、ジャーマンはおっと切り返していった前方回転で、しかし中島も返します、トラスキックラリアット、ものすごい試合が続いています。第23代王者中島克彦、ダイヤモンドリング、そしてファイブタイムスチャンピオン、この中島が腰に巻いているベルトを何としても獲得したい金丸、中島はタッチで梶原と交代、平柳に突っかかって金丸は平柳にタッチできませんでした。さあ梶原と金丸ラリアットをかわして、これもかわした、飛んでいきました、軽快な動き、軽快なテンポ、チャンピオンの中島赤コーナーで今横たまっています。これも技あり、金丸由伸、この梶原相手で試合を決めるんでしょうか、ボディースラムからおっと狙っている、ムーンサルトはこれは出しません、そしておっと巻いていったのは梶原、その間に中島が平柳を落としまして、リング上はダイヤモンドリングの2人、中島と梶原、ファイブタイムスチャンピオン金丸を捕まえた。試合時間は10分を経過している。さあどんな攻撃を見せるのか、力任せに持ち上げて後ろまで梶原のフェイスロック、ファイスクラッシャー、担ぎ上げたのは梶原、前に落としてカットに入るのは平柳、
捕まっています金丸。リング上は梶原と金丸、ボディースラムで落としました。さあ梶原がトップロープに上がる。何を見せる、ムーンサルト。これはかわしたのは金丸、避けられた梶原、精神的なダメージも大きい。ラリアット。さあそして強烈な垂直落下、ブレーンバスター決まりました。あーっとカッティが入ってるのは中島、さすがチャンピオン。平柳あと一歩で中島を抑えることはできませんでした。もう一度垂直落下、完璧に決まった。スリーカウント数えられます。カウントツール返した、味方を上げました。これぞとばかりタッチアウト、金丸のタッチアウト決まりました。現チャンピオン中島のすぐ目の前、50センチの目の前で今ダイヤモンドリング梶原を沈めました。ファイブタイムスチャンピオン金丸、 GHC ジュニアの歴史を作ってきたこの金丸、やはりじっと見据えるのは中島克彦です。さあどんな動きに出るか、一列を遅れてスッと降りていく両チーム。金丸2012年ベルト獲得へ向け好発進、12分49秒、ブレンバスターからの畳みかけ、最後は得意技タッチアウトを見せました。現在中島克彦が持つ GHC ジュニアのベルト、このベルトは2012年、どのような動き、どのような展開を見せるんでしょうか。第2試合は晴れ丸義信。